どうも、エル歌舞伎のエル上田です。はい、どうも、デロイヤン石です。ということでね、はい、まあ、今日あの日曜日なんですけど、はい、あのアッコにお任せがね、うん、あのほとんどの演者がリモート出演の中、はい、和田アキ子さんともう一人だけスタジオにいることを許された男がいるんですよ。え、それ誰だと思います？なんすかそれ。和田アキ子さんと、うん、まあ、2人だけスタジオにいたんですかね。まあ、もう一人もしかしたらあのめくりでやるいわゆるアシスタントさん、まあ、アシスタントさんっていうと今ね、まあ、ちょっといろいろ大変ですから、パートナーさんっていうんですかね、うん、アシスタントっていう言い方はね、いろんな取り方あるぞパートナー。いやいやいや、いやアシスタントっていう言い方はあえてしないっていうのジェーンスーさんが書いてましたからツイッターで。あ、そうなの。はい、あのパートナーさんなんですけども。で、なんなんだよそれ。和田アキ子ともう一人のこと許されたのが、はい、なんとあの峰竜太さん。わ。ということで、じゃあ信長と森蘭丸みたいなこと。うん、あ、ちょっとわかんないけど、まあ、戦場にまで連れていくという。なるほどね。でも、うん、峰竜太さんって懐刀じゃないですか。その普段は。いや、そうだよ。普段はものすごいパネルの後ろの方にいて、うん、レギュラー陣の芸人さんとか阿部龍さんとかのことを一切遮ることなく、うん、薄い声で和田アキ子さんのガスを抜いていくという、はいはいはい、だけど2人になるときはっていう、それあれはね、まさにビートたけしさんガダルカナル高さんみたいなことですよ。なるほどね、うん、あれアッコにお任せじゃなくて、うん、峰さん目線でいくと、うん、アッコはお任せみたいな。いや、まあそうかもしれないね。俺しかいねえだろと。お前らに何か分かると。どういうこと。長州で言えば三沢光晴、柔道小川直也と戦う時、うん、若手の力を連れてったみたいな、タッグパートナー、はい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 、なんで若手の力を連れてった、元相撲力士でめちゃめちゃ力強いみたいな。なるほどね、うん、そういうことですよ。だから三沢で言うと一個だけちょっと脱線するんですけど、うんうん、はい、悔しい話していいですか。何、うん、ですか。僕見てはいないんですけど、うん、どうやらアメトークでプロレスの、はい、芸人でやりましたよ。小川芳成がはい、姿が変わらないっていうのをやったらしいんですよ。ああ、やった、なんかね、ツイッターでも話題になってますね。なったよ、うん、俺悔しかったっすね。あの52歳か53歳なのに髪がこうウェットで、うん、ものすごい若くて、そう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 。で、むしろ、ね、昔の20代とか30代からの写真をバーってあの列挙して並べたんだけど、そう、むしろ若返ってるというね。そう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 。のが、まあ、アメトークで特集された前の日に、うん、僕あの野団の本間キッドっていうね、あの山ワン、うん、ガキ使いマンチャンピオンのこといいよ、そあのリングスっていう昔の伝説の前田明の格闘技団体を語るってのやったんですけど、うん、なんと野団本間キッドがね、プロレスに関するシュート発言が激しすぎてね、うん、俺らのアーカイブ削除っていうね。その次の日にアメトークプロレス大好き芸人みたいな。本間キッドアメトークへの道は長いみたいな。長いですね、うん、感じがあるんですけど。なるほど、ね、俺の中でプロレス界のエレカシって思う、うん、ああそうね。で一応ねキッドに、本間キッドにね、あのアメトークプロレス大好き芸人の前の日の配信が言えないこと言ってアーカイブ削除って俺は好きだねと、うん、じゃあねキッドはね、あのちゃんとあの僕はアメトーク出たいですって書いてました。彼アメトーク出たいからアーカイブを消してくれと、あえてということになんてことでしょう、なったんですけれども、なんてことでしょう、うん、ね、同じ曲の番組で一度、ね、優しい小峠さんね、あのビフォーアフターのビフォーアフターのなんて日だっていうねやつですけども、なんてことでしょうね、はい、でラッパーのね、はい、あのカン AK ガミさんが大麻でね、所持でこう捕まったっていうのがあって、でこれはね、ちょうど僕たちエル歌舞伎とあと、うん、ラップ界、日本ヒップホップの、はい、まあ、創世期から活躍されてるダースレーダーさん、僕ら一緒に配信やってますけど、はい、実はその3人で配信やってる時に実はコメント欄に、うん、カンがパクられたって本当っていうコメントが来てたんですけど、へえ、僕はねニュースを見たわけでもなかったんで、まあなんかスルーしてたんだけど、それはその日の夜にちゃんと正式なニュースに、うん、なって、へえ、これがね、俺でダースレーダーさんは、まあ、そのカン AK 神さんにあんまり仕事がない時に実はそのカンさんの会社に誘ってもらって、うん、でな、まあ、久々にヒップホップの仕事をしたことによって、うん、またちょっと日本のヒップホップ頑張ってみようかなって思った、すごい恩人らしいんだよね。あ、はいはいはい、でツイッターが俺かちょっと感動しちゃって、ダースさんの、はい、僕はカンは僕の友達ですと、うん、僕が何もやることがなくなった時に会社に誘ってもらった恩人だし、うん、ラッパーとして最高、うん、マジでやらかしたと思うし、周りに迷惑かけてしまってるし、今後さまざまなことに本人が向き合わなければいけないだろう、うん、それだけ大きいところで活動したし、鎖のみんなも大変だと思う。鎖ってのは、鎖グループっていうそのカンさんの、ね、グループなんです。で最後は僕は友達とで終わってて、はいはいはい、でこれって
いや俺本当にダース・ベイダーさんって人と配信やってること、うん、俺本当に誇りに思うなと、あ、はいはい、はい、いうのを引用ツイートしてとりあえずやめといたっていうか、そのいろいろ勘違いされるかなっていうのもあったしこれさあなたちょっと目がやばいですからね。誰が、僕疑い持ってますから。いやいや、そうね、目がやばいな、目がどういうことか分かんないけど僕のねあなたの目がちょっとやばいなと思ってる、ね、はい、いや僕あなたが何しても僕は味方ですから、ね、うん、はい、いやいやいや、いいですよ、友達だと思ってないですけど、はいはい、味方ですから。僕はデロリアン の、 あの味方じゃないんであの僕は、いや僕は味方です。僕は未だに疑いを持って接してますけど、一方的に僕は味方ですから。ですか、はい、でこれはまあ要は例えば、はい、友達が、まあ、そういう間違いを犯して捕まった時に、はい、まあ、ダース・レアスってすごい一貫してて、例えば電気グルーヴさんが楽曲が回収された時に、うん、いち早く楽曲回収を反対する署名運動とか、はい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 、社会的に抹殺してしまっていいのか、間違いを犯した人っていう、はいはいはい、ことをしてる方なんで、まあ、カンさんっていうのは、うん、その夜中のね、あのフリースタイルダンジョンっていうあのラップがすごい日本の中で有名になって、うん、僕もそっからで結構あのヒップホップ興味持ち出した部分もあるんだけど、うん、ああいう番組にも出てて、いわゆるお茶の間の、うん、いわゆるちょっとラップ代表のスターみたいな感じです、今で言えば、はいはいはい、あのな部分を担ってるからこそ、はいはい、あのいろんな番組関係者謝んなきゃいけないだろうと。まあそうだよね、そこは自分でやんなきゃいけない、ただ僕は友達だっていう、まあ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 、まあでやっぱダース・レイダーさんぐらいにいっぱいリツイートとかされると、中にはこういっぱい、あ、友達に甘いんだなとか、あ、はいはい、すごい書かれたりとかね、あのだから、まあ、お友達には厳しいのに、うん、みたいなこと言っちゃったりするからな、ね、でも俺、ね、あとなんかそこちょっと違うからな、ダースさんね、でもお友達内閣にはちょっと厳しいみたいなのもちょっとあったりもするんですけど、お友達には厳しいからで、俺すげえ柔らかく言ってるから、ね、まあ冗談ですけどね、冗談ですけどお前足すな、うん、これで思い出したのが、うん、僕らはその、はい、ライブでよく一緒だったトップリードさんが一度その、まあ、やらかして、まあ不起訴になりましたよね、捕まった時に、うん、まあもうその日のここの配信でネタにして、うん、でまあ結構ね、その僕その時に結構知らない人にもブロックされるみたいなこととか、結構その怒ってる人も、ね、いっぱいいたんですけど、はいはい、あの時にも言っときゃよかったなと、うん、いや間違えたと彼ら、うん、ただ、うん、友達みたいな、うん、ただそれトップリードさんと俺友達ではないんだよね。おいおい、喋ったことある、いっぱい、まあ、喋ったことあるし、その芸人としてどうやって食べていったらいいかっていうのを相談したことがある、実は。あのね、うん、人当たりがすごくいい人です。もちろんもちろん、で嫌なことも言わないし、うん、人を嫌な気分にもさせない人です。そうそうそう、基本でこれは俺、うん、十分それは分かった上でやってしまった、ね、でもそういう人ほどね、内面に闇を抱えてるってこと確かにあるんですよ。いやいや、それはいいわけ、やめなさいよ、ただやめなさいよその、まあまあまあ、そうでもリアルな話、俺お笑いクイズマニア王っていうので実は一緒に出たことがあって、はい、で楽屋で実は2人ってずっとそういう相談してたんでね、あ、はいはいはい、どうやってやってったらいいですかねみたいな、だ俺がねそうやって思う、なんか悩んでたのをなんかその悪い意味で伝染しちゃったのかなみたいな、そのいやいや俺もどうやって食ってたか、いやいや、どうやって食っていくか最後見せたわけじゃないから違うんだ、ね、そういう見せたわけじゃないですよ、うん、あなた分かってます。まあね、でもまあこういう配信が良くない、だからその社会復帰してるわけだから、そのこうやっていつまでもいじってるのがそのデロリアンとか本当に俺は良くないなっていうのは、うん、いやお前だからなってますけども、お前だからな、俺すごい遠回しに言ってるからな、うん、あとね、じゃあちょっと、はい、あ、まあこれな、明日一本でもいいんだけどな、はい、何ですか、あの百田直樹さんが3月の終わりから書店の多くが閉まっていて、本の売り上げは激減どころの話じゃないが、小説家で金をくれと言った人はいない、さすがは作家と言いたいが当たり前の話、作家みたいな職業は生きるか死ぬかの時代には必要ない、金は本当に必要な人に回せ、作家なんか一番後回しでいいと、これ俺が言ってんだよこれ先だけど俺は売れてない芸人にしたの、主語。まあまあまあ、ベストセラー作家ですからね、100万部売っちゃう人ですからね。そう、だから実は百田さんより俺の方が説得力あるんだよ。で、俺なんだったら最後に、僕が今も週5でバイトしてますちゃんとつけて、俺のツイートに。それでも、百田直樹が、うん、ね、バイトしてたらちょっと俺はそれ愕然とするけど。だから百田さんみたいに影響力ある人が発したから、これって、まあそうだよね、やっぱ影響力は、ね。極論で言ってるし、あとなんだったら、うん、だから作家は必要じゃないですか。芸人、売れてない芸人より。だって本今みんな買うだけだから、うん、集まれ動物の森の攻略本とか買うわけですよみんな、だからゲームは大事だろ、うん、ゲームと作家ね、ゲーム大事なんだよ、うん、そうそう、まあ俺はね一切やってないけど、はい、うん、それは、まあまあ、過去、うん、過去の動画を、俺はね、ズーム配信を毎日やるっていうね、ちょっと壮大なゲームに取り組んでるから、うるせえお前ゲーム好きじゃねえゲームの遊びなんですけど、うん、だこれはさ、だ作家っていう主語がでかいし、うん、そういう作家は一人もいないってこう言い切っちゃって、そのこれもさ、俺
最近結構いろんなとこ言ってるけど、うん、これ極論論法をあえてやってることによって興味を引かせてるのか、うん、どうなのかっていうのはちょっと気になって、ホリエモンとかもね、あロケットとかキングコング西野さんがそのあのホリエモンのロケット、うん、あれは国民の希望だみたいな、うん、あんなのさ本当に国民がみんな希望と思ってないって分かってて書いてると思うんだよね。はいはい、あの気づいてないっていう部分のことを言ってるかもしれないしね。うーん、なるほどね、あえて実はその、うん、ほらロケットを打って衛星やったら、うん、ただ携帯を自分たちで料金決めれる会社が出てきて、うん、むしろ携帯料金下がるかもしれないとかっていう夢がいろいろあるじゃない。なるほどね、はいはいはい、そうだから国民の希望ってその先までね、だからそこまで言ってるかどうかは知らないけど、うん、俺はなんかそんなことなのかなと思ってる、うん、そうね、俺の見解だから、これだからそれは140字の中で言うことであえて誤解もあるのはもうそう織り込み済みなのかみたいな。ただこれはね、その誤解しないでほしいのは別に主語で言ってるわけだから、うん、でも俺ですら来たからね、うん、あのあなたのような考えが自粛警察の思想につながるのですみたいな、ああ、うん、だからそうなの、まあそういう部分はやっぱり俺は全部をカバーするに書いたつもりだけど、あのいやいや 俺,、うん、俺はいらないじゃんっていう意味なのね、俺らなんかいらねえじゃん、そもそも。ただまあ本当ね、何言ってもどう取れるし、うん、でただね、百田直樹さんで言うと、うん、なんだっけな、なんかコンクールみたいのに出したんでしょ、新作の小説。あ、そうなんだ。でそれ無料で読めんだよ、うんうん、それやった上でこういうこと言ってるから、ね、うん、そう言ってるから、まあ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 って、うんうん、でなんかさって思う、ね、励まされたんだよ俺も、その俺らみたいなものは一番不要なものだからっつって、うん、復活最後でいいみたいなやつ言われたら、もともとそう思ってたんですかみたいな、ショックですみたいにして、うん、いや今の世の中では全く不要と、もともと思ってんだけど、うん、女もいらねえだろ、いらねえから面白いんじゃないと思うんだけど、うんうん、少なくとも僕らのコンビは一番不要ですって書いたわけ、うん、デロリアンに黙って、おちょっとなんで、そしたらなんで、いやいや上田さんの博識なところは存じ上げておりますし前向きに行きましょうみたいに来たんだけど、おそいつちょっと殴っていいか、いや違うそいつは俺はぶん殴る、その人は本当にピュアにあの励ましてくれてんだけど、うん、そのなんか明日ね、一応俺らそのズームでチケット売ってライブやってるんで、はいはい、不要じゃなかったら勝手に見に来てくんねえかな、うん、みんな不要じゃねえって言うんだったら、そうだね、一、うん、人ね、一、うん、枚とは限言ってないし、ね、いや一枚でいいわ、一人一枚とは僕らは一言も言ってないんだ、一枚でいいから、応援だな、いやなんかさそのなんかね、はい、はっきりお前ら数字で出してんじゃないかっていうね。まあね。なのにお前そんな時だけ自粛警察に繋がるのですって、バカ野郎お前。自粛どころかどんだけ毎日配信やってんだ俺らこっち。まあね。本当に。やれることはやってますからね。うん。だからまあ本当、そういう感じよ。まあまあ。ちょっとね、最近1週間でまとめ通りしてるからね、言いたいことが溜まってね、いい配信になってますよ、この10本おろしは。だからラジオもね、帯、週1なんですよね。あ、なるほどね。ね。決まってんだ。こんな毎日やってるやついねえんだ、2年半もな。そう、大体ニュース番組ですよ、はいはい、毎日できるのはだから、まあまあ最後ちょっと一言言わせてください、もう感動してみんな、お、小泉、いやいや、感動して小泉、あのトップリードは僕の友達です、いや先輩です、おい、あ、地味に新宿カウボーイさん太田プロ辞めるみたいな、え、嘘、ありましたけど、なんか、お、知らないそれは、あ、多分ね、山田邦子は YouTube でうまくいってるからね、影響受けて辞めてるいや、ツイッターのフォロワー数だけで見るとまたちょっと分かんないもんですね、うん、いろんな数字見なきゃダメです、ね、山田邦子さんはすごいですよ、うん、相当 YouTube は今もう面白いし、いいですね、なんかスイカのネックレスをしているっていうのを、うん、僕は見ましたけど、ね、あ、そうですか、はい、あの山田動きますってやつ見てください皆さん、あ、はい、めちゃくちゃ面白いですから、はいはい、うん、ね、だから、山田邦子さんっていうのは今のテレビにちょっと合わなかったんですね、多分やり方が、いや、おい俺なんかバイキングでチャンスあったのにみたいな言い方すんのよ、いや YouTube めちゃくちゃ面白いからね、だから好き勝手できるところが面白いんだねっていう話がね、そうだね、だからそこに、うん、こういうもんはこうだよっていう認識を持って見てほしい、うん、そうね、ね、テレビっていうのは公共のものですから、うん、はいはいはい、YouTube っていうのはこういうもんですから、うん、そうそうそう、好き嫌いで見てくださいよっていうのは言える場所ですから、ね、そうそう、岡村さんも YouTube でやればいいんだよ、好きなことですまあそれは思うね、うん、それは俺はすごく思います、うんうん、まあまあまあ、はい、いろいろありますけどね、まあといったところで、また明日お聞きなさってください、お願いします。